女一人人生初のフェリー乗り込め、人生初の九州の地を自分の車で一周してみよう旅。よかったら動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、こちら A から AZ3 ですね。何でもあるんでしょ。さあ何があるか。すごいね。はい、おねでございます。今AZ はやと店さんの方に来ましてですね、鹿児島に3店舗しかないって今教えてもらったんですけど、なので、体温計がね、そう、この家から持ってきたこのね、体温計がですね、これで熱を測ると、34.1 とかになるんですよ。34.1 って死んでるんじゃねえのってぐらいじゃないですか。だからこの体温計がね、おかしくなっちゃったんだなと思って、で、体温計の電池を買いに来たんですよ。で、電池どこですかって聞いたら、その店員さんがたまたまその電気の担当の方で、で電池買ってきたら入れてあげるよって言ってくれて、で、電池買ってきてで99円。なんかもうね、体温計がない時に大量に買って、もう、残ってるから安いんだみたいなこと言ったんですけど、で、電池を入れ替えてもらったんですよ。そしたら、うんともすんとも言わなくなって、見えないけど、表示がね、全然できなくなっちゃったんですよ。で、もうこれ、電池のせいっていうか、もう、この体温計ね、結構落としてるんですよね。で、拾ってもらったりとかしてるんで、体温計がダメになっちゃったかもしれないってことで、新しいね、この体温計の、これが今まであるやつ。で、これ新しいの買ったんですよ。で、あと、鳥のささみは、刺身はなかった。これ、スーパーにあるって出てきたんだけど、ここがたまたまないだけ。どこのスーパーならあるんですか？音ちっちゃいんだけどさ。したら、はい、36.4! これのね、ちゃんと電池も買いました。で、電池を、ここのドライバーも、で、買ってきたんですよ。235円ぐらいだったんで、消費税込みの表示で、ですよ。だから、お試し電池がなくなったら、これを、すぐ交換ができるような準備もしたんですけども。私が見たね、記事のブログ、書いてる方は、鹿児島の、だったらどこでも取り差しがあるよって言ってくれてるので、本当だろうなっていうことで、ちなみに AZ さんではなかったんですよ。なくて、ついなんか刺身の方見ちゃうんだけどさ、鶏肉かと思って、鶏肉のとこにもなかったんですけどね。うん、なんでまあそうか、スーパーはスーパーだけどないのかな、 AZ さんでは取り扱いがないのかもしれないからね、違うスーパーに今行こうとしております。車で5分ぐらいのとこなんで、でかつね、今夜のホテルはこちらなので、進行方向的にも OK ということで、スーパーざっとね、精肉とか見たんですけど、なくて、レジの方にですね、鶏刺しって普通スーパーにないものですかって聞いたら、いや普通ありますよっつって、
あるとしたらやっぱ精肉のところですねみたいな教えてもらって、見た限り、普通の鶏肉しか、生のね、あの調理をしないといけない生肉しかなさそう。もしくは私が見落としてる可能性もあるんだけども、店員さんが「いや普通ないっすよ」って言われたら「あ、そっか」ってなるんだけど、普通ありますよって言われ、なんかその返し方が自然な感じだったから、私が変なことを言っているわけじゃないと思うんですよ。いやいや、あるわけないじゃんスーパーになんかっていう感じじゃなかったから。森さんにはさ、刺身は売ってないやろ。かといって居酒屋は高いんだよな、やっぱりさ。何？てかね、居酒屋が好きじゃないんだよな。酔っ払いが好きじゃないから。とりあえずホテルまでこっから1時間かかるんで、直でホテルに行ったとしても、21時34分どうした21時34分言い方が分かったかね、に着くので、まあホテルに向かいつつ、道のどっかにスーパーっぽいか、それでちょっとなんか、なんていうの、ちょっとなんかお店とかある感じでしょ。あのライトがどれだけ私が嬉しいか。しかしコンビニ強盗、夜のコンビニも怖いよね。店員さんもね、普通の人かどうかわかんないじゃん。晩ご飯見てきます。めっちゃあるよ。
すごい、ありがとう。大好き。2個買ったろうかな、マジで。はい、到着です。目の前にね、ローソンがありますね。はい、はい、こんな感じのお部屋でございます。本日は2番目泊まるな。私間違えまして喫煙ルームを予約してしまいました。タバコの匂いがしますわ。あ、しょうがない、間違えちゃった。あ、で部屋がそこなので車が一応見えますね。一番端の部屋でございます。で、こちらですね、朝食が9時半までということで、さあもうサクッとサクッと準備しよう。はい、はい、どうも、のりでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今の時刻、2日のですね、22時55分、23時11時になりますね。いや、マジでスーパーもないし、どうしようと思って、なんかね、何もないところを開けたらですね、スーパーがありまして、こちらね、峰崎さんですね。24時間営業なんですよ。いや、もうマジで神ではないと思う。本当にスーパーにあった鶏の、2種類鶏の刺身を貸して、それ持ってですね、もう悲しいからね、はい、こちら、赤に市街の方も買ってまいりました。で、あとこれ、この間ね、ファミリーマートで買って、美味しかったんで、もう食べきってしまったんでね、新しく買ってまいりました。美味しい。なんか抹茶っていうか、お茶っぽい味がする。香りがするので、買ってまいりました。このポンジュースは AZ さんのスーパーっていうの、鹿児島に3店舗しかないっていうところで買ってまいりました。まあなんか見たことある感じのね、ポンジュースですよ。ポンジュースをね、飲みつつ、この豪華なね、鶏の刺身、サツと赤西貝を食べていこうと思います。私も醤油よりね、味ポンが好きなんですよ。それで味ポンを食べました。マジで美味しいから、本当にこれマジで美味しかったんで、また食べたいと思って。あ、違う、醤油だ。宮間本舗霧島店さんで食べたやつはタレが白かったんですよ。で、そのタレがマジうまくて、私の好みにドンピシャでさ、全部使ってやるね。ただ危ないな、こっち見て、いただきます。マジでね、うまいから、本当にぜひ鹿児島に来るとき食べてみてください。いただきます。おいしい、弾力があってマジうまい。なんかね、フグ好きな人はね、好きかもしれないですね。いいな、鹿児島の人。あ、この醤油ちょっと甘っぽい、甘いわ。これでも十分だ。これも来るから一応。4日まで行けん。うまい、全部うまい。全然これ映ってないじゃん。返しか映ってないじゃん。一応一通り食べたんですけど、で、うまい。食べやすい。食べやすい、柔らかい、ちょっと上が弾力がある感じですね。で、赤にしない。安定にうまい。今ね、これ卵、霧島温泉市場で買ってきた卵を、そうだ、食べてない食べてないと思って、まあね、できたら味見しながらね、食べたかったよね。こちら、調に調整してある味の塩、いただきます。硫黄の香りがする。
そう、嬉しい。はい、卵を美味しくいただきました。美味しいと思いますので、行かれる方はですね、霧島温泉市場、現地で温かいですね、食べたらもっと美味しいと思います。はい、バイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。よかったら次の動画もまた見てください。バイバーイ。